クロトンの角型の防水時計です。まあ、ちょっとこれ、まだ機械は見てないんですけど、ちょっとあまりにケースが面白かったので、ちょっと開けてみましたね。これ上下に、まあ、1本ずつビスがありまして、この角型のケースを固定しています。まあ、その角型のケースも、この、あれですね、ビスのところはバーになってましたね。で、ビスを回していくと、このバーが外れて、インナーケースっていうのかな、このケースが取れました。で、中まだ見てないんですけど、まあ、リューズを今、まあ、ジョイント式のリューズだったんで、ちょっと抜いてみましたね。今初めてちょっとこれ開けてみるんですけど、ハーフローターの機械だと思いますけど、もちろん音からして。はい。ハーフローターの機械がやっぱ出てきましたね。多分これもエースだと思いますけど。クロトンの、ちょっとクロトンって言ったんですけど、クロトンにちょっと、名前をちょっと呼び方変えますけど、クロトンのハーフローターの機械が入ってます。なんか、1940年代の後半から50年代にかけての機械だそうです。もうクロトンっていうメーカーですけど、なかなかこう、ケースが面白くて、まあ、防水ケースなんですけれども、まあ、この風防のところもこの枠が入ってて、パッキン入ってまして、かなりこう防水性は優れてたんじゃないかなと思いますね、当時としては。本当にこう、多少、日常生活防水よりももっとあったんじゃないかなと思いますね、このケースの構造からして。はい。クロトンですね。なんかアメリカのメーカーだと思います。